岡田さんと中林さんは絶対トップが欲しい。松ヶ瀬さんはラスだけはどうしてもできれば2着がいいという状況ですけどね。ただ2メンツ赤、中林0メンツですが赤があって2メンツ2つ、スレスレで上がるんですね。松ヶ瀬はずが重なったそれぞれの本当にチーム状況大きく違って考えることや思っていることも違うはず。ただ勝ちたい、ただそれだけ。入り続けてるね、岡田さんはね。ますね。一発決めれば、決まれば面白いですけどね。そうね。はい。さあ、カウピを引いてきました。太郎です。伸びてますよ、相撲も。ただ、チャレンジ継続、わかんないですよ。はい。監督さんがどう判断するかわかりませんけど、チャレンジ継続させるためにはね、2着は絶対でしょうからね。そうでしょうね、はい。勝負を引いてくるもんね、今のね。払おう、払おう。さあ、上野太郎がトンのポン。手にはドラー変わります。払うぞ、早く。皆さんは絞ってね。結構もう、もう、本からずっとそれ言ってない。絞ってもらわないともう。ガセさんは絞ってね。絞る役割。シャンペの形が広がりました。ペン3万ペンチーソーからカンウソの受けるも増えます。もう払うか、先に。前順リャンピオン切っている岡田。一応形はいいじゃん。気持ちいい。カンスーピンとペンチーピン。ヤンゾもいらんから、別に。しょうがないなぁ。カンウソポッとくれやね。赤ウソポッか。さらに絞ってもらって、バッチリバッチリ絞ってもらって、バッチリね、ガッチリガッチリ。太郎に対して泣かれないように打っていくんですか、こういう時は。泣かれてもしょうがない気はするんですよね。はい。報酬をしないようにだと思うんです。ローンは嫌いたい。全然絞ってないですけど。あ、これ受けはイシャンテからイシャンテの方ですね。だいぶ広がりましたけどね。はい。まあまあまあ。いやプレッシャーも大きいですよ、上野ツーフロー。赤ウーピンが込まれています。スーピンもいいから突然ウーピポで、あ、ウーピポか、突然めちゃくちゃ良くなった。個人の MVP に戦ってる人とチームのセミファイナル進出に向けて戦ってる人ではね、プレッシャーの大きさがだいぶ違うでしょう。あー、張っちゃった。もう止まんないよ。ペン3番です。スピスピ、あ、でも3番うち受けあるわ。1800ありますもんね。あります、ね、あ、引いたよ。テンパイです、まずは。外すもあるか、チーピンちぎれ。あ、そのままいった。パーティーピンになってきますね。なるほど。よく見えるんだけど、打点が不服だからどうしようかということですよね。あ、積もる場所間違えましたね。チョンボ、チョンボ。ちょっとこれは審判からの裁定が入ると思いますので、少々お待ちいただきたいと思います。おそらくこちらから見るか、あ、説明ありますね。中林さんも珍しいですね。はい、こちら審判室です。ただいまの裁定について説明いたします。あ、今中林選手がツモハイの場所を間違えて打牌前でしたので偽牌1枚と同様の扱いとし、中林選手への罰則はありません。誤って積もった場合は、元に戻してください。その上で、改めて対局を再開してください。ください。以上です。さあ、ただいま、梶本審判から、裁定があったように偽牌1枚の扱いということでペナルティーとは一切なし、そのままゲーム続行という形になります。チーピン連続で2枚ですか。どちらもチーピンで本当でしたね。話はないんですけど、はい、岡田のこのペンチーピン待ちのリーチはやっぱり良かったということですね。まあ、実際3山で、あ、2山だったんですけど、実際2枚1枚出てたってことは三山だったんですね。三枚山残り、ただすぐに中林と松ヶ瀬に流れていきました。太郎さん折りなし、うちも折りなし、リーチしてるからね。太郎はどこまで押すんでしょうか。全部ですか。カン、カン、何やってんの。カンじゃない、おいおい、カンだて。白をこぼしてその間に缶と気づき、捨て落としたパイが山に当たったんですが、別に切ってねえんだから、缶できるから、
切ってないよ。全然普通に噛んでて。これは捨てるモーションに入ってしまったということで、そのまま捨てると。フェアプレーね。ほいほい。大完了とはなってませんでしたよね、おそらくですけど。まあ、そうなんですね。ルール的にはちょっと確認しなきゃないぐらいのラインですね。ラインになっちゃうので、まあでもスタートにダメですと言われると困りますからね。はい。岡田としてはそのままつもぎることを、選択になりました。チャッピー、チャッピー。じゃあ1枚と。チーピー行ったらすごい。じゃあ2000。いい位置、つも赤い位置、1200の日本版、1200、この流れは危ない、あれは3万だ。ちょっとね、表面の部分が少し難しく思いましたが、まあ、岡田つもぎるという選択になりました。12000、これで真っ二つに逆転しました。じゃあ、ローワンからさあ、岡田入ったところですか。テンパラメントドラ9万、ちょっとハイパーの全容が見えていませんでした。こちらが中林マンズややおめの発芽統一。これ多分高速で行ったってことですか。発芽戦、上位か。良くないね、これで。タロウの手が整っています。2面ずつ赤もある。うちのハイペは分からなかった。うちのハイペはどうだったんだ。なるほど、取らなかったですけどね。いや、岡田どうですか。あんまりいいとは言えないですね、これ。結構ですね。結構はですね。さっきまでのハイパーを見てるから悪いんじゃなくて普通に悪いですよ。悪いです。対して松永さん、これは一色までありそうだ。ジャガーアシストも入ると考えたらやばいね。普通に行きそうですけど、ジャガーアシストは入るね。よしよし、知らない。よしよし、ただ1面ずつ。うわ、普通に上がるじゃん。中林の発芽統一で2面ずつある。あー、やばい。お前はきつくなったか。曲がりがいいぞ。良すぎる、ね、ちょっと良がいい、一番悪いね、これで。いやマジか。いいシャッテン、ペンチ1が激薄ってことはないですか。あー、いい、いつもしてるぜ。1もあるわ。3、4、5などの可能性がある数万か、つもぎり、ヤンマを切っています。いい将棋なんかもありましたけどもね。はい、中盤もあるな、しっかり。中林シャンテン、松ヶ瀬リアンシャンテン。厳しいなぁ。厳しいよ。どれか一個でもマンガングラス上がれたらなぁ。いや、もう全然違った。嬉しくないシャンテンになりますけどね。一応バトります。お、採用ですか。急走ちょっと今欲しいとこ急走。なるほど、急走とパーソーが早い人だと思います。宮間の発芽が強い。しかもなんなら発ポンされたら宝珠ピンチだし、もうダメだ、つれー。相当きつい。中盤取りよ。中盤取り。7番もう一丁、もう一丁。お、いいよいいよ。けど、まあでも発損になるね、一回。中盤頭になるパターンだね。あるあるある。発2枚ですよね。だって誰持ってないからね。3万も2枚じゃないですか、これ。3万も2枚。今日はシャンポン待ちがよく残ってますね。これが3万がいいってことだもんね。リードだもんね。2万が早い人が2人いて、まずは眠っといてもろて、とにかく、うん、だってリューハネルではまず3万引くしかない。いや、見てみるんですか、ね、なるほど、ね、3万での取りこぼしも嫌だよと。よしよしよし、3万が入る。よし、考えよ、しっかりね、ローピング打ちだけど、ま、ちょっと見てどういくか、3層ちゃんと見て、やめろよ。よし、嘘の2枚出てるってのが大きいですかね。負けて悔いなし。さあ、と岡田どうくっついてくる。これは初、あ、ここも全然。そうね、ここも行きたい。スーソーパーマンはいずれも通ってないが、行くか、2面3面ちゃん、行った。いや、晴れ、すぐに晴れ。岡田と松ヶ瀬が勝負をかける。すぐ晴れば、もう枚数5って言われちゃうと相当4着ですけど。相当4着。ただ降りてても4着ならね。はい、やっぱ行くしかないよね。ここは行きます。太郎は引く、まあ、ちょっと引いた。引く、そう、まあ、引き方難しいよね。はい、2人来てるのが見えてますからね。となるとこれ松ヶ瀬も岡田も初止まらないってことですよね。止まらないでしょうね。あとの3番も止まらないじゃないですか、ね、うん、さあこれは受け入れが広がる。スーソーバシッといった。ピンちょっと薄いか。太郎まで来るしか。あっちこっちでビュンビュン聞こえてますね。松ヶ瀬のビュンは本当のビュンですからね。何でもいい、引くしかねえ。岡田さんもそうですよね。よし、くっついた。いや、大きかったです。言うでしょ、さすがに。いや、分かる。これも切ってますよ。いけ、見えない、見えない。ズボが、ここゼロでしょ。
いやだってガセもこれだから、ね、1枚ずつよ。で、太郎さん1、5じゃないですよね。5対4、5対4ですか。5対3、3本が3。いや、逆転したよ。ここは負けられないぞ。積もれ、積もっちゃえ。積もる気しかしない。どっちも怖い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 。ウパピこっちの方が多いんだよ。3ピン、これ松ヶ瀬どうするんだろう。3ピンチーしてローマンウーマン打ってチーンツ。そんなそのルートですよね、これ考えてるってことは。ローマン通ったら、そうですね、ローマンが通ってる。ウーマンいっぱい勝負。でもウーマンは2人3ピンチーすればもうピンズ1から9まで全部テンパイぐらい。ピンズ通ってない、あるな、全部テンパイか。セーブ、ローマン勝負ですね。赤ウーマン勝負だ。これでローマンが通ります。どうなっちゃうの。あーウーピンですって。めっちゃ良さそうに見える。でも1枚か、これは。ただウーピンしてたところで A ピンとかも切りづらいから、結局このルートにはないだけだ。なるほど、ローマン切りってことになりそうですか。ウーピンが1枚減りました。4対3対1ね。3万発かウッパーピンか9万。いやードラ通ります。うわーもうちょっと見てられない。違う、ウーマン通った。ウーマン通りましたよ。めっちゃ行きやすくなってる。テンパーだ。ヤウパーさん要求強すぎるぜ。強烈なテンパーになります。ドタカメ9ピンはゼロだ。バニオつれてる。でも潰しちゃえば一気通過の上がりはない。ヤウパーさん6球体ウッパーピン体サンパー発。タルブさんも入ってる。カンサンマン。ダメだ、ちょっとみんな同じ場所。カンピ頭張れ、頭張れ。まあでもトップある、トップある。マンガ通り、マンガ通り。確かに入りきってないじゃん、マチ。いや、マジすごいですね、中林と太郎が3万マチで、岡田と松ヶ瀬がウッパーピンマチでしたよ。もうちょっとあったんですけど。取ったから小さい。